さて、今週の週刊フリーブレイズ。フリーブレイズは八戸を出発して、郡山で火曜日、水曜日試合をして、そのまま新横浜に移動して、土日、新横浜集結戦で、土曜日がイーグルス、日曜日がクレーンズと対戦という、遠征から遠征ということになっています。今日のこの時間は、14番、田中豪キャプテンにお電話でお話を伺いたいと思います。お電話がつながっていますので、呼んでみましょう。豪キャプテンです。よろしくお願いします。お願いします。今日のインタビューは1日木曜日の、もうちょっとで夜7時を迎えようというところです。お疲れ様です。すいません。忙しいところ。お疲れ様です。いえ、とんでもないです。はい。まずは、郡山2連戦、デミオン戦でした、はい。お疲れ様でした。お疲れ様です。はい。はい、みんな多分心配していることだと思うんですけれども。はい、はい。デミオンとの今季初対戦でした。ちょっと試合を振り返ってもらおうと思うんですが、まず、初戦、ニック選手のゴールで先制したんですが、その後追いつかれて、はい、その後は、また追いつ、勝ち越されて、最後6人攻撃実らずということでした。はい。まず初戦の試合振り返ってもらえますか？いかがでしたか？はい。まあ、デミオンも今シーズン初対戦で、はい、まあ、デミオンもいろいろ戦力を補強して、また昨シーズンとは違ったチームで、になってたんですけれども、まあ、その、まあ、ビデオとかを見たり、今までのその、試合を分析して、やっぱりプレッシャーがすごく早いチームというか、結構どのゾーンでも、どの場面でも、人数かけて、プレッシャーをかけて、まあ、パックを取りに来るっていうチームなので、うん、まあ、その、まあ、プレッシャーを跳ねのけるのに、うん、まあ、チームとして対策をして臨んだんですけれども、うん、まあ、そのニックの最初のゴールに関しては、本当その練習通りというか、うん、キルプレイでもこう結構ガンガンプレス来るんで、それに対して早くパスを離して、うん、パックを離して、パスを回してシュートまで持っていくっていう形で取れたので、まあ、そのスタートは良かったんですけども、ただその後にやっぱりチャンス結構いっぱい作ったんですけど、うん、まあ、結局決めきれずに、まあ、相手に、まあ、1ピリ終盤ですね、追いつかれて、っていうふうに、ちょっとこのいい流れでいけるところを、まあ、相手にこの流れを出してしまったかなっていう、少しもったいないなっていうゲームだったので、やっぱり、まあ、その後もこう、まあ、守って、攻めるっていう形で、こう、いい形は作ったんですけども、やっぱりその、得点力不足っていう、その今の自分たちの課題が、やっぱり出てしまったかなっていうゲームになってしまいましたね。そして31日水曜日の試合は31番の橋本道夫選手が今季初出場、はい、初マスクということでした。はい、僕も何年か前のシーズンで開幕から連敗続いていた中を道夫選手のね、はい、セーブで連敗出したっていう場面がちょっと思い浮かびました。はい、この日は1ピリで連続失点してしまって、はい、最後ダメ押し点を食らってしまうということで、はい、0対4でした。2試合目、31日の試合はいかがでしたか？はい、まあ、前日の試合の反省を踏まえて、みんないい集中力で、ゲームに入れたんですけど、本当一瞬の隙を突かれて、うん、2点ちょっと連続してしまって、まあ、そこからも我慢してプレーはできてたんですけども、うん、まあ、ハードにプレーもできましたし、フィジカルの部分でも負けてなかったと思いますし、うん、そういった部分では良かったんですけども、やっぱり、まあ、この日も結局ゼロ点なので、やっぱりスコアができないと、まあ、試合は勝てないので、その部分で、まあ、やっぱりこう、まあ、僕自身もフォワードとしてすごく情けないなと思いますし、うん、まあ、本当やっぱちょっとしたミスっていうのが今結構失点につながってしまってるんで、うん、やっぱりホッケーはミスの起きるスポーツなので、はい、まあ、それをこうお互いカバーし合ったりとか、そのミスをこう少なくして戦っていくっていうのが大事なんですけども、うん、そのミスが今のこのうちのチームの状況だと結構失点につながってしまったり、致命的なミスが出てしまったりっていうことが多いので、うん、それをやっぱりもうちょっとなくしていかないといけないなっていうふうに思ってるんですけども、うん、まあ、やっぱり
とにかくまず0点は絶対勝てないので、うん、まあそこの部分でやっぱりフォワード陣もこと奮起しないといけないと思ってますね。うん、結構各チーム、そのハイワンもそうでしたし、まあクレインズもそうなんですけれども、はい、ロシア国籍の選手がとかね、はい、あの外国籍の選手がマスクをかぶるチームがすごく多くなりましたけれども、はいはい、やっぱりこうどのチームも一筋縄ではなかなかいかないという感じですかね。そうですね。やっぱり今季、まあ、まあ、これで全チームと、うん、そうですね。対戦したことになるんですけども、はい、やっぱり、その外国籍、ロシア人選手の枠が、撤廃されたってことで、うん、その、やっぱりどのチームも戦力補強して、戦力は上がってると思うんで、うん、まあシーズン初めから、厳しいリーグになるのは、去年よりもさらに厳しいリーグになるっていうことは分かっていたんですけども、うん、まあその中でもやっぱり、こう分かっていたので、うん、そんなにやっぱ準備はしてきたつもりですし、そういう相手に対して、スコアリングの部分であったり、オフェンス部分だったり、ディフェンス面であったり、まあ、全ての面において、うん、やっぱりこう、勝っていかないと、やっぱ勝ちには繋がらないので、うん、まあ、本当にどの試合も本当に厳しいんですけども、うん、まあ、それにしてもやっぱり今は、まあ、去年もそうだったんですけど、やっぱ PP、パワープレイの、こう成功率があまり良くないですし、本当に、まあ、スコアもここ数試合見ても、まあ、ハイワン戦でも完封されましたし、うん、今回も、昨日の試合も完封されてしまいましたし、うん、でまあ、チームの中でも選手でミーティングとか開いたりもして、やっぱり、最近、やっぱりディフェンスが得点してて、フォワードがしばらく得点してないので、そうですね。はい。そういうのも、やっぱりもっと責任持って、うん、みんながもうちょっと意識を、変えていかないと、うん、まあ、勝つゲームはできないかなと思ってます、ね、うん、はい。まあ口で言うのは簡単なのかもしれませんが、ぜひ、はい、ブレイズにお願いしたいのは、はい、今こう、はい、連敗してるからとか何連敗だからっていうことはもう考えずに、はい、もう思い切ってやってほしいなという気持ちですね。はい、うん、どうしても連敗してるからってね、なんかこう良くない方良くない方にどうしても流れちゃうところがね、若干でもあるでしょうからね。はい、そうですね。やっぱりまあ自分たちもこういろいろ考えたり、このこう連敗中にいろいろ悩んだり、うん、こうまあ時にはちょっとこうまあ、厳しいことをお互い言い合ったりとか、いう時もあるんですけども、あ、まあ、それはそれで、チームがいい方向に向かうためにみんなで考えてやってるので、うん、まあ、少しずつ、まあ、実際は連敗してしまってるんですけども、少しずつ変わってきてるなっていうのは僕個人としては思うんですけども、うん、まあ、やっぱりもうちょっとこう、それが勝つ、までにはまだ足りてないっていうところが、あと現状、自分たちもしっかり、受け止めなきゃいけないと思うので、うん、まあ本当今、小泉さんがおっしゃったように、まあ本当過去のことは、もちろん、課題とかを修正して、試合に臨むことは大事なんですけども、あまりそう過去のことばっかりとらわれずに、先のことも考えずに、今、目の前にある試合、目の前にある、まあ、練習やったり、うん、一つ一つのプレーを全力で一生懸命やることに集中していきたいなと思っています。うん、はい、はい、チーム創設、東北アイスホッケークラブの会社が登記されたのが、はい、本当、はい、2008年の10月30日で、はい、それを郡山というね、縁のある地で迎えて、はい、平日でもたくさんの方が来てくださったようで、その後ね、また恒例の全員が参加してのサイン会がありましたが、はい、はい、試合後のファンの皆さんからの言葉っていうのはどうでした？そうですね、やっぱりもうファンの皆さんも悔しい思いをされていますし、うん、やっぱりしばらく勝つゲームを本当にお見せできてないので、うん、すごく申し訳ない気持ちいっぱいなんですけれども、それでもやっぱり皆さんこう優しい言葉を、温かい言葉を、かけていただいてますし、まあ、そのサイン会の時も皆さん、
なんか大丈夫ですよとか、もうまだまだ応援しますよとか、新横浜を見に行きますとか、発言いただきましたとか、まあいろいろ、こう温かい言葉をいただいて、どんどんすごく力が感じましたし、本当にもう、もうありがとうございますの言葉だけで足りないぐらいですけども、やっぱり本当にそういう、やっぱ支えてくださる方々、が医療かけで自分たちもやっぱプレイできてると思ってるので、やっぱり何度かそのファンの皆さんに早く勝利を届けられるようにって改めて、こう、まあ悔しい気持ちの方がやっぱいっぱいなんですけども、まあ、早くファンの皆さんのために勝ちたいなっていう気持ちもすごく湧いてきたので、そういう言葉に本当に勇気づけられています。はい。郡山はすごい懐かしい面々が集まったようですね。はい、はい、そうですね。はい。一番、お、この人来たかって、キャプテン的に一番びっくりした人って誰ですか？僕は奥山さんが、本当に、もう何年もお会いしてなかったので。奥山明文選手ですね。はい、はい、そうですね。しばらく、まあ、ちょっと時間もなくて、本当に一言を交わすしかなかったんですけども、はい、そういう、まあ、懐かしい面々の顔を見れて、なんかいろんなことも僕も思い出しましたし、はい、僕は本当に2年目のシーズンからの加入だったので、そうでしたね。その1年目のシーズンはちょっといなかったんで、やっぱりそういう、チームの創成期を支えたメンバーは、いろいろ大変な思いもあったと思いますし、やっぱりそういう人たちが、こう、やっぱり築き上げてきて、今10年目があるんで、はい。はい。そういうメンバーの人たちにもやっぱ感謝して、そしてやっぱ近くみんな集まってくれたんで、やっぱ勝ち試合を見せたかったんですけども、はい。まあ、それもできなくて少し、まあ、残念というか、はい。申し訳ないなと思ってますけど、まあ、今は引退をしてね、はい、それぞれの人生を歩みながらも一緒に戦った仲間ですし、はい、きっとね、はい、いろんなところからブレイズを今日もね、はい、応援してくれてるんでしょうね。はい、はい、そうですね、ありがたいですね、本当に、はい。さあ、このお電話での収録は木曜日の夜でして、じゃあ、はい、明日金曜日に新横浜に移動ですか？はい、明日の午前中に移動します。はい、まあ、またすぐ巻き返せるチャンスがすぐやってくるのでね。はい、土曜日はイーグルス、日曜日がクレーンズと、はい、久々の国内チームとの対戦ということになります。はい、これが終わるとまたブレーク期間入っちゃいますので、はい、キャプテン、新横に向けての意気込み、はい、お願いできますか？はい。もう、そうですね、もう今の自分たちの状況をもうしっかり受け止めているつもりなので、やっぱり、次の試合、まずは王子戦に向けて、しっかり準備して臨むことと、あとは、まあ本当に今いろいろ考えがあったり悔しい思いがあったりいろいろあると思うんですけども、もうそういうのももう本当一切今抜きにして、本当目の前の試合に 100% 全力で一つ一つの手でハードにプレーするだけだと思ってるんで、まあそれをすれば、うちらしく、そういうプレーをしていけば、勝てるゲームに持っていけるんじゃないかなっていうのを思ってるんで、やっぱりそこだけに集中して、はい、頑張りたいと思ってます。はい。はい、また、新横もたくさんの全国からのファンが集まると思いますので、はい、郡山に来てくださった方、郡山に来れなかったけど、新横行くよという方、八戸から祈り続けてる方に、ファンの皆さんにキャップ一言、メッセージお願いします。はい。まあ、この、まあ、連敗中でもたくさん応援に来ていただいて、たくさんの励ましの声をいただいていますので、何度か早く勝ち試合をお見せしたいと思いますし、勝利の報告をできるように頑張りたいと思ってますので、本当にもう、皆さんの声で、声援で励まされてますので、その期待に応えられるように頑張りたいと思いますので、はい、これからもよろしくお願いします。はい。ひょっとしてキャプテンをはじめユーロアイスホッケーチャレンジの日本代表に参加する皆さんは、はい、新横からじゃあリトアニアに行っちゃう感じですか？はい、そうですね、新横の試合が終わって次の日にはまっすぐ
ヨーロッパに立ちます。おお、はい。じゃあ、まあ、ほんと長期遠征ですね。気をつけてくださいね、体調とか。そうですね、はい、はい。そうですね、しっかり、はい。体調も整えて、今週を整えて頑張りたいと思います。はい、わかりました。はい。八戸でまたね、会えるのを楽しみにしたいと思います。はい。ということで今日は、遠征中の忙しい最中、お電話でお話を伺いました。14番、はい、田中豪キャプテンでした。では、新横、気をつけて、行ってきてください。はい。頑張ります。ありがとうございます。田中豪キャプテンでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。